このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。この時間は名古屋グランパス対マツダゼルビア、こちらの一戦をお届けいたします。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。名古屋グランパスがこの試合は 3-5-2 のシステムです。この場合2トップは1人がスピードのある選手、もう1人はポストプレイヤーで組ませるパターンが主流ですよね。またサイドはウィングバック的な役割を果たすので、全体的に過酷な運動量を必要とするシステムですよね。キーとなるのがボランチですよね。中盤の底からグイグイ押し上げていくのがポイントになりますよね。今ゲームが始まりました。名古屋グランパス対マツダゼルビア、立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね。相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってますよね。なるほど。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。これはファール。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。アーチのようなパス、プレスからボールがこぼれる、撫でるようなボールタッチ、チェックを受けながらのドリブル、ブロックされます。さあどうする、長いボール縦へ、さあカウンターを仕掛けます。いいプレッシャー、おー、いい形じゃないですか。さあ来たか、自分で行く、中に入れる、このクリアボールでしょ。ランゲラック、うわ、町田、これは奪い返します。柴田、裏のスペースを狙う、この位置で受ける、自分で持っていく、さあどうだ、これはクリア。町田は先ほどから見ていてクロスでチャンスを作ろうとしているようですね。そうですね、サイドで起点を作ってクロスという形を意識しているみたいですよね。まあクロスを上げる選手と合わせる選手の意図があってくると、はい、こういったシンプルな攻撃も強力になってますからね。なるほど、闇雲に中に放り込むだけではないということですね。もちろんそうですよね、うん、チームによってはクロスからの攻撃をピックアップする。シュート、いや、最後崩されましたよね、突破されて守りきれてないですよね。今のここは合わせてきましたが、ものにすることができません。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、戻れませんね。コーナーキックのチャンスになります。ボールが上がる、クリア、このピンチをなんとか出します。ちょっと危ないぞこのパスは。サイドを使います。ここで前を向けるか、ファーサイド、どうだ、ちょっと浅いか。名古屋はこの前半まだシュートが打てていません。ここで受けて上げてくる、どうだ、このクリアボール拾いたい。もうこれいいですよ、このシュート、いや、惜しいシュートです。早く、そして鋭いシュートでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。コーナーキックです。さあどうする、イメージは危ない、ゴールキックとなります。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。キーパーからのロングフィード、大きく縦へスルーパスを狙う、いい形ですよ、裏へ飛び出した、いけるか、絶好の位置、シュート、決まった、先制、町田、いや素晴らしい。
これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか。そうですね、得意の形でしたし相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。さあ、町田1対0先制しています。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はミドル、ドアクリアタル、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。下田ふわっと裏を狙う、いいボールですね。さあ来たか、おこれいいでしょ。さあどうだ、中に合わせてくるか、いいプレッシャーです。キーパーから前線へ、ここは対応します。下田、林、ふわっと裏を狙う、これはちょっときついパスになりました。ここで受けて、さあどうする、チャンスを演出できるか。来ましたよ、自分で行く、抜けるか、どこででしょう、シュート、危ない、当てたところ、うわ、いい反応でしたね、北澤さん。いや、あの位置からのシュートですからね、アインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。コーナーキックになります。ボールが上がる、頭だ、どうだろう、これはどうだ、あ、これファール、うーん、ここで前半の45分が終了しました。結果前半1対0、名古屋今のところ先制点を許したままという状況です。先制されてやはり点を取っていかなければならないということで攻め込もうとはしてましたけどもね、相手の守備陣をどうこじ開けていくのか、後半はそこが見どころになると思いますね。名古屋グランパス対町田ゼルビア、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半スタート、名古屋としてはまだ時間がありますからね、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。細かいパス回し、ここで丁寧にコントロール、バーサイドへのボール、頭、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきましたよね、戻りませんね。町田が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。縦へのボール、裏のスペースを狙う、いいボールですね、来たか、いけるか、どうする、もうこれいいでしょ、シュート、いやいやいや、ナイスセーブ、いやいい反応ですよね、ファインセーブですよね。これは一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。いや今ね、長いパスが通ってチャンスかなと思ったんですけどもね、この場面でスーパーセーブです。コーナーキックです。上げてくる、どうだ、これはクリア、出るか、ミドル、シーワーが素晴らしい反応でした。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これどうだ、クロス、これを読んでいました。スルーパス、これいいでしょ、裏へ飛び出した、この位置で受ける、さあどうだ、素晴らしいパス、フリーで受ける、来たか、シュート、来たか、ゴール、フランパス、いや
同点。今日のゲームをリセットします。いいですね、熱い一発になりそうですね。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。その試合に何回も訪れないんじゃないでしょうかね、こういったシーンというのはね。両者のタイミングが合わなければ生まれないゴールですからね。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。名古屋はここで選手を変えます。これで今日のゲーム面白くなってきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、うん、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、ふわっと裏を狙う、いいボールでしょう。ああ、いい展開ですね。さあ中はいる、どうだ、中に合わせてくるか。もうこれいいでしょ、ボールがつながる、ランゲラック、これはよく止めました。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。ここで見せてくれました。コーナーキックです。ボールが上がる、あっ、ダメだ、触る、こぼれた。野上、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。おー、これいいでしょ、シュート防いだ、ルーズボールになる。いやー、キーパーよく止めましたね。ナイスセーブでしたよね。これはこれは旗が上がっています。町田はここでベンチに動きがあります。ゆるく狙ったボール、さあどこに出してくる、上げる、名古屋はここクリアで難を逃れます。縦にボールを送ります。お、いい形じゃないですか。カウンターを仕掛けます。スペースを狙う、もうこれいいでしょ、ハトリックに渡る、いけるか、さあ勝負、きた、シュート、決まった、勝ち越し、ナンバース、いやー、ゲームをひっくり返します。いやー、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出しててイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応を遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。両チームともメンバー交代があるようです。さあ名古屋、ここでリードを奪いました。いやー、ここぞという時にね、きっちり決めましたよね。素晴らしいですよ。はい、緩く狙ったボール、どうだ、このクリアボール拾いたい。このまま終われるかっていうようなね、これはどうだ、シュート、追加点、フランバース、ダメ押しゴールとなるのか。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなというところへのボールっていうのはね、やっぱり決定的なシーンにつながりますよね。ハトリック、今日2点目のゴールです。一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。
そうですね、出し手と受け手の一つ積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。さあ名古屋、勝利へと導く1点となるのでしょうか。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。残り5分を切っています。縦へ送る、ふわっとしたボール、このボールに触ります。米本、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。キーパー前へ蹴り出します。スルーパスを出す、いいボールですね。来たか、収まった、フリーだ、どうだ。さあこの時間帯でコーナーキックのチャンス、上げてくる、どうだ。これは最初に、さあ中央へ、チャンスを演出できるか。お、いい形ですよ。ミドル、ランゲラック、拾いたい。名古屋ここでファウルをもらいます。名古屋結果として見事逆転で勝利を収めました。さあ試合が終わりました。名古屋としては見事にひっくり返しましたよね。特に後半はリズムに乗った攻撃を見せてましたし、やはり自分たちの時間帯をどれだけ効果的に使えるかで勝負が決まってしまいますから、素晴らしい試合内容だったと思います。そうですね。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。
whenever you need my love, need my love.